こんにちは。ストロングホールドウォーローズキャンペーン日本の戦乱4番目のミッション小田原征伐をプレイしますね。勝家の軍勢は打ち破られ近くの城まで撤退します。秀吉軍は勝家に最後の一撃を加えるため軍を向けました。家督争いが解決すると秀吉は織田家に戻り天下統一に乗り出します。秀吉は一刻ごと着実に敵を討ち平定していきました。最後まで残ったのが関東を掌握していた北条氏でした。そして秀吉と北条氏は小田原城で決戦を迎えることとなります。というわけで豊臣秀吉の小田原攻めですね。敵の攻撃を、耐えて、北条、これ北条氏の撃退をすれば勝ちなのかな。それでね、今回なんかアップデートがあって難易度エクストリームが追加になったんですよね。ですんでエクストリームでやっていきますね。それでね、今回ね、勝利の目標がなんかね、木材と石材を集めろっていうことなんですよね。木材1000と石材1000を集めれば多分勝利になると思うんですけど、一応ね、木材はここで取れるんですけど石材が取れなくて、こっちの豪族から送ってもらうしかないんですけど、ものすごいね時間かかるんですよね。ですんでね、ちょっと無視してこの勝利条件はね、このね小田原城を攻め落としたいと思うんですよ。そっちの方がね早く済むんじゃないかなと思うんですよね。それで、まずはちょっとこの面、木とか石材が購入はできないんで、ちょっとね最初は木を木を切っていく前にあれ、なんかちょっと最初の資源がすごい少ないですね。エクストリームだからなのかな、米が全然ないですね。これは厳しいわ。米がないんだ、最初の米もないし、木も全然足りないんだ。資源が最初の資源が全然ないんだ。これエクストリームってそういう意味なの？そういう意味なのか。敵の攻撃が厳しいっていう、これでもうだってこれでもう石がないですよ。何にも人望は高まり、兵士たちは元気づけられ、何も作れないですよ。ちょっと税金これ石がないじゃん。ここに塔作ったけど誰も登れねえよ。それどころかこの武器庫も建てらんないよ。やってしもうたわ。そしたらこの辺の壁ちょっと半分、ちょっと壁を薄くして、壁をちょっと薄くして石をもらうしかないんじゃないの。なんというひもじい思いをしてるのか。でここちょっとこうやって、置けない。階段が置けない。もうちょっとじゃあ壁をちょっと薄くして、あれこれ薄くして、ここはね壁なくても大丈夫ですよ。そういえばここ壁なくても大丈夫なんじゃないの、この石だからさ、岩場だからさ登ってこれないですよね。そしたらこうやってこっちかな。もう敵来とるよ。弓兵、あれ弓兵どこにいんだ。まずい、みんなこっちに行くんだ。こいつら、侍も来てる。
忍者先に行け。あ、これはあかんっすね。武器庫がないから、武器庫がないからちょっと隊長、武器庫がないからちょっとこれで武器庫建てられるでしょ。これで武器庫が建てられると、武器庫はね、いつもだったら貯蔵場の近くに置くんですけど、今回はまあ別にどこに置いてもいいんだよな。あれ、木で置けないのかここ。あ、置けるね。よし、ここに置いて、あ、何にもないんだやべ、あ、米がないわ、米がなくなっとる。で、ちょっととりあえず米をとにかく米をちょっと作んないとまずいですよね。あ、これでいいか。それでね、この兵力、弓兵はちょっとこっちに入れて、はい、で、武器庫で弓をとりあえず買って、で、弊社で武器が必要です。体は鍛えてます。うん、で、あとの兵はここに置いて、承知しました、承知した、心得た。こんな感じかな。新しい命令ですか。ここに置いて、向かってます。もう敵が来るんじゃないのか。まだ来ないか。北条氏が我が軍の野営地に攻撃を仕掛けてきました。よし、もう時間戻しました。もう秀吉からのメッセージ、わしの城が完成すれば敵も防衛する意欲を失うだろう。いやー、これ木米の量が増えてきました。米の量大丈夫かな。 1,2,3,4,5 あるから、まあ大丈夫かなと思うんだけどね。もうちょっと、いや、米の量を置く前に、ちょっと米の量を増やす前に木こり小屋置かないと。どこに置けんだ、木こり小屋ここに置けるか。ちょっと木こり小屋置かないと、もう敵が来とるよ。よし、大丈夫だったな。ちょっと待ってね、もうちょっと一回ちょっと時間を遅らせて、木こり小屋、この辺の土地がもったいないんで、もう一個作っとくか、どっかに。あ、で、あとね、市場も作っておきますね。市場をここに置いて、そんでね、まあ、米ね、米ちょっと最低限は買っとかないとまずいですよね。で、後で増えてくるんで200で売ると。で、今回お茶は作んないんで、で、木はね、買えないんですよね。石も買えないと。今回ね、また蚕で小田原攻めの資金を作ろうと思うんで、まあ、この辺、まあ、蚕とシルクと衣服は、まあ、余ったら売るっていう形にしますね。この辺はまあいいかな。米の量が減ってきています。うん。行こうかな。武器庫がここでしょ。もうちょっとね、弓を増やして、武器が必要です。弓兵も増やさないといけないし、もうそろそろね、これ侍が大量に攻めてくるんで、その通り、もうそうなったら終わりなんですけどね正直なところ
もうとにかくあの木こり小屋を木こり小屋をいっぱい作るしかないっすよ。こんなとこに置いてみんな通り抜けできるか。まあなんか変なね、いけないとかいうマークがついてなければ大丈夫だと思うんですけどね。まあこの辺、この辺もう木こり小屋にするか、全部。もう全部木こり小屋にしちまえ。木が絶対足りなくなる。この辺はちょっともったいないかな。あ、この辺まあ一応いけてるね。いけてるから大丈夫ですね。であと米は？米も足りないね。やっぱりこれ難易度で米の収穫量とかも変わるとかあったら嫌だけどね。そういうことはないと信じたい。でこの面お金があんまり使い道がないから、まあお米はちょっとどんどん兵力に変えてっていいのかなと思うね。お呼びで。ここは3人もね、行きましょう。隊長、栄光へ向かって進め。栄光へ向かって進めだって。あー来た、これまずいですよ。侍5人来てるよ。これはまずいですよ。あ、そうだ。でもね、売る。木もね、余ってきたら売ってしまうことにする。300以上の木とかはもう売っちゃっていいですよね。この侍どうやってやっつけるかですよ。やべえな。で、田んぼ。とにかく今は田んぼ、米が足りなくなると、支持率がガタ落ちだから、まあこのぐらい田んぼ作れば大丈夫かなと思うんだよな。あと家を建てて、であとはここにシルク工場を作りたいんだ。まずは蚕ね。まずはお蚕様の工場を3つぐらい作って。もうすぐ米がなくなります。ん？あ、また米がなくなるのかい。ご命令を。早く壁。ここにちょっと侍で首切りアタックをしてくれ。先生で首切りアタックをしてもらう。まだ戦うのですか。これ先にやられて、先に今相手に首切りアタックをやられたけど、この戦には終わりがない。先にこれある程度ね、時間が経たないとあの突撃チャージアタック侍できないんですよ。だから先に雑魚であいつに首切りアタックやってもらって、後でこっちでカウンターでこっちで侍の首切りアタックをすれば有利かな。でね、ちょっとこの蚕を作ってシルク工場、ちょっとねこのお寺邪魔なんで消すね。バチ当たりな。ちょっとこの家も邪魔だから消そうかな。家も邪魔だからとか言って、家も消して、まぁ、ちょっと一個端っこの方に家を置いとこう。でシルク工場ね、シルク工場どうやって建てたらいいのかなっていうと、こういう風に建てるといいのかな。こうかな、こう。だいたいね、蚕に対してまあ1対2対4なんですよね、理想のあのペースは、配置ペースは。新たな北条勢。これまた敵来てる。そしたらね、ちょっとあの石弓兵も作っとくね。石弓兵も
このユニットの訓練にはゴールドが足りません。あの侍対侍対策でね。ここ何人いる？弓の準備も23人か。でかい子でシルク工場でしょ。であとうわちょっといっぱい来たな。おいやべえなこれ。まずいっすねこれ。みんなやられとる。もうあと侍ぐらいしか残ってないんじゃないのか。まずいっすねこれは。承知した。ちょっとここさ、ここあの君たちで取ってきてもらう。ちょっと石がないと石がないとー家が作れないと困るわ。家じゃない砦が作れないと困るんで。でここに服工場を。あーなんかいい感じで置けないな。衣類工場をこうかな。まあちょっと効率は悪いんだけど、だいたいね1対2対4だからもっと衣類工場を作んないとダメなんですけどね。とりあえずこんなところで。あでここあれ急ぎましょう。壁にあできたね。何でも命じてくれ。そしたらねここの国から石を送ってもらう。物資を送ったぞ。それでここのちょっと砦を補強したいと思います。でお米はお米大丈夫だね。人口に対してあちょっと税率上げとこう。で衣類も配ることにして、まあ今回お茶漬け政策、米とお茶のお茶漬け政策はやめて、まあ米は最低限だけ作って、あとはシルクでいこうと思うんだ。1234567891234567891012345678。まあ10だから、今田んぼが10だから普通は人口80人ぐらいは雇えると思うんですけどね。養える。あでもなんかギリギリだな。もうちょっと家を建てて、まあ家を建てて、家建ててでちょっと田んぼももうちょい建てて、であとはこの衣類工場ですね。今回は衣類で、衣類を売ってお金を稼ぐと。あもうだいぶ衣類できてますね。こうなるとやっぱりちょっと繭が足りないのかな。眉がなんか足りないような気が。いやこれシルクも余ってるからやっぱり衣類工場が足りないですね。衣類工房だいたいこのぐらいで、まあ、3対8。もうちょっとシルク工場を作ろうか。あ、来た。これはね、侍が入ってないパーティーはそんなに問題じゃないんですよね。でね、武器庫で、まあちょっとクロスボウ兵を、つまり武器が必要です。あ、ここからちょっと石をまた送ってもらって。物資を送ったぞ。新しい作戦が石弓を構え。
あとね、憲兵ですね、帝国戦士もちょっと作っときますね。あ、もう一人し、あれ？あ、お金がないのか。お金がなかった。で、侍ちょっとこっちに。ちょっと待ってね、ちょっと時間を遅らせて、ちょっとね、壁を作りますね。こうかな。ちょっとね、侍にちょっとね、開けとかないといけないんだよな。こんなもんかな。まあここのところは、うん、おお。でここにクロスボウ兵を置いて、でこの辺にちょっと、こちらに、あ、もうちょっとこの辺、もうちょっとこういう風に狭くしようかな。ちょっとこのアイロをここは取ってきてもらうようにしよう。よし、こんなもんかな。で、うん、やっぱり解雇が足りないですね。もうちょっと解雇がもうちょい足りないっていうので、あ、ここもう置けないんだ。ここ置ける？置けたわ。ここの壁いらないのかな、もしかして。まあでもここ削ったところで、そこには設置できません。もう一個置けるってわけでもないんだ。解雇でしょ。で、染め物工場、染め物工場はこのぐらいでいいかな。あとはやっぱりこのシルク工場ですね。あ、衣類工場ね、をもうちょっと置きたい。木が足りないのか、家も足りないな。人口が足りないですね。で、ちょっとね、市場で火薬を買っとくかな。秀吉からのメッセージ。織田政権の時代はすぐそこだ。あとは残りの反対勢力を敵の侍ね、侍やっつけるのにまともに戦ってたら絶対もう無理なんですよ。この火薬とかで、火薬とかでね、ちょっと燃やさないとはっきり言って勝てないと思います。で、ちょっと待ってね、市場で自動売買でもうこれ火薬を買うことにする。10ぐらいね。それで武器の方、武器はいいか。武器もちょっとクロスボウ、あ、クロスボウちょっと買っとこうかな。自動売買でね。とこの刀も買っといて。まだ敵来ないね。そしたら人口が、生産人口が全然もう、あ、ちょっと待って、米余ってる？米大丈夫？あ、米ちょっとギリギリですね。米もちょっと作っとかないと。米ももうちょい作って。で、家ですね。住居を、狭いとこで申し訳ないんだけど。クソ、家建てるところがない。
こんなとこ建てていいのか。家建てて、あとこれね、冷や車1個建てました。実はね、この火薬、爆薬ってね、まあ、弓兵が火つけ、攻撃すれば火つけてくれるんですけど、冷や車がこの辺攻撃したと、攻撃すると自動的に爆発してくれるんですね。火ついてくれるんですよ。だからこの辺に冷や車置いとけば、この辺に敵が来た時に自動的に爆発してくれるんですよね。だから冷や車置いとくといいと思います。あとはね、これちょっとクロスボウ兵を作っといて。大将、石弓兵、あ、壁、ここね。あ、でここの人からまた石を送ってもらう。ついつい忘れてた。もうちょっと、あ、こっちから入ってくるのか、もしかしてこいつら。やべえ、あ、こんな隙間から入ってくるだと。こいつら、こんなとこから入ってくるのか、これ。嘘だろ、こんなとこから入ってくるとは思わなかったわ。ちょっとここ塞ぎました。これで大丈夫だよね、多分。これで大丈夫だよね、掘れないよな。で、やっぱり、眉が足りないですね。税率が高すぎますよ。やってられません。税率が高すぎるだと。ちょっと木が余ってきたから、ここのこれ消して、ここにも蚕農場を作ろうかな。よし、これでいいですね。これでまあいいだろう。で、あとシルクもあれだし、そうだな、まあシルク、生産をスムーズにするためにシルク、シルクをちょっと1個買うことにしますね。自動でゼロになってたら1個買って、まあこの辺もちょっとスムーズな生産を促すためにシルクも2個買っておくと。これで生産ラインが一応、まあスムーズに回るかなと思うんだけど、もうちょっとだから衣類工房もうちょっと建てとくと。これだけ建てればもういいかな。あれ、こっちに来んのかい。やべえ、石材を、あ、まあもう別にいいけど。すげえいっぱい来たな、敵。武器が必要です。こっちには来てる。敵が接近中だぞ。石弓兵、もうちょっと、じゃあここ攻撃を受けています。あ、じゃあせっかくだからここ塔立てとくか。命令が出たぞ。塔を、あれ、石弓、準備完了。ここじゃあ大塔、ここも大塔を建てとこうか。新しい主人に使う。あ、取られたか、敵。まあいいや、そこはいいや。派手な戦いになりますか。新しい作戦が。こっちはじゃあ石弓兵を、早く石弓を放ちたいです。あ、こっちから侍来てるだと。嘘だろ。迅速に、ここちょっと武器が必要です。こっちから侍が来てるだと。さようか。ここここ迅速に、ここに集まって。あ、ここここ空いてるんだ。ダメだ、ここも、あ、ここ空いて、味方の動きで分かった。ここ空いとったんか。まあ、憲兵だったら侍、憲兵が集まれば侍とも戦えるよね。どこで必要ですか。ここに冷や車を持ってきて、ということは承知しました。
ここを閉じとかないと、これで大丈夫かな。シルクが余ってるんで、もうちょっと衣類工場があってもいいってことだね。もうちょっと人口を増やして、あ、もう来るわけですね。うわ、侍だ。侍ふざけんな。武器が必要です。派手な戦いになりますか。これでここの、まあ、火がねついてくれると思うんですよね。火や車、あ、今ついてくれたね。え、でも今火や車の攻撃じゃなかったな。単に弓兵の攻撃でついてるような気がしたが、どこ行くんだこいつら、どこ行くんだろうねこいつら。あ、こいつら壁壊してる。なんてこった。ちょっと誘導路が長すぎたんかな。壁の破壊に来てるわ。ちょっとね、家を建てようと思ったんで、家を建てて、どっかこっちの兵がここ攻撃されるかな、敵に。大丈夫か。家建てて、衣類工房かな。いや、こんなにいらねえような気がするんだけど、米は大丈夫なのか。米もギリギリですね。米ちょっとギリ、もうちょっと置いといた方がいい。米の農場ももうちょっと置いといた方がいいんだが、もう置くとこないわ。あ、もう木こり小屋そんなにいらないから消して、これで米はこれでいいかな。そしたらこの辺ももういらないか。米ももう一個作って、あと、こんなもんでまあ大丈夫ですかね。まあちょっと人口が余っちゃってるんで、もうちょいシルク工場を作っておくか。いや、こんなとこに作ったとか、こんなギリギリに作って敵に壊されるだろ、こんなとこ作ったら。この辺かな。こんなもんでもういいと思う。で、あ、お金すげえ儲かってるでしょ。まあ、衣類を売るのが、まあ、とにかく儲かるんですよ。あ、もう兵士も結構いるから。石弓準備完了。ここに石弓を置いて、火をつける場所を教えてください。矢が行くぞ。ここに火や車も置いて、火や車の準備完了です。3人いる。これで5人か。で、ここに火薬を配置して、もう一個配置してで、これもう敵がこんなにいっぱい侍来んのか。いや、こんなにいっぱい、あのハードのレベルだとこんなにいっぱい来なかったですね。多くなってるわ。ちょっと直しといて、さすがに増えておる。せっかくだから兵学校を作っとく。兵学校って言ってももう建てるとこがないんだよな。せっかくだから兵学校って建てるとこがないわ。うん、武器庫で、あ、自動購入で
弓をね、普通の弓をちょっと10ぐらい買うことにしますね。で、この侍が倒せるかどうかなんだよな。もうちょっとこれ武器が必要です。クロスボウ兵をここに補充しておかないとまずい。行くぞ石弓、準備完了。いやいやいや、これはまずいわ。こんなにいっぱい、火をつける場所を教えてください。こんなにいっぱい来るのはまずいわ。侍って火の防御あったっけ。火の防御ないですよね。だから火矢車、火系攻撃が一応有効だとは思うんですけど。あ、これで爆発したでしょ。で、こう燃えてるところを通ってくれるとすごい減ると。もう一個ここにあるよ。よし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 。ちょっと待って、とんでもないとこに飛ばれると困るんだよな。いきなりこの塔の中とかに入ってこられると実は困るんだが。あ、この壁の上にこうやって来たやつはいいんですよ。こいつもうどこにも行けないからね。こっちの塔にも入ってこれないから。よし、そんであとはね、武器が必要です。あとはもうこの本当はこの面、木材と石材集めないといけないっていうことなんですけど、この石材700も集めるのすごい、送ってもらうのすごい時間がかかるんで、もうこっちの城を落としてしまおうかなと思うんだけども落とせるんだったら武器が必要です。弓兵、準備はよし。やっぱり侍作るかな。侍兵学校置くとこがないんだよな。兵学校置くとこが、米の量が減ってきています。何、大丈夫だろう。兵学校置いてみるか。せっかくだから侍で攻めたいような気もするいけるんだったら。またちょっとここ火薬箱置いとかないとね。武器が必要です。ちょっと待って、すごいいっぱい来てるんだけど、これいや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 、これは多いわ。こんなにいっぱいいたことないもん。今早いか、通常にして。武器が必要です。小田原城を攻めるにしても、いつも通りマントレットという弓兵と、領民が必要です。マントレットという弓兵と帝国戦士か侍で攻めようと思うんですけどね。あ、もうちょっとね、これはこの帝国弓兵が、我らが必要とされている石弓兵が足りないわ。これはこんなにいっぱい、あ、そうだ、これも置いてみるか。これこの壁に置けるロケット砲ね壁に置けるこの辺からも撃ってみてもいいのかな。まあ火矢車と一緒だとは思うんだけど。あんまり効いてる感じしないな。あ、これで火ついたでしょ今。
これがね、やっぱりすごい家計がすごい効いてるんですよね。あ、まずい。これ上に来たんじゃないのか、こいつら。これはまずいですよ。これ、こういうやつは先にやっつけてくれないと困る。あー、上に来るとかないわ。ちょっと先にやっつけるんだ、こいつらを。火矢車が壊される。危ねえ危ねえ。いや、これはちょっと怖いわ。もっとちょっと石弓兵置いとかないと怖すぎる。結局3つとも使っちゃったのか。あれ、置けないのか、うん。こんなもんで、で、一回侍が来たらしばらくは来ないはずだから、この隙に こっちに貯めてる兵は、つまり攻め込むための兵ね。武器が必要です。これで何人いる？80人か。80人ぐらいでいいのかな。あと、あの石弓、あ、じゃないや、マントレットね。マントレットと火矢車もいりますね。火矢車の準備完了です。ゲームスピードを速くしました。税率4倍にするとダメですな。でも人口がちょっと減るぐらい、まだニートがいっぱいいるから、ちょっと減ってってる間、人口用税率4倍にしてもいいですよね。10人切ったらこう戻してこういうせこい手を使ってお金を集めると。米がなんかギリギリ足りないような。いや、大丈夫だよね。1日あたりの生産間に合ってるはずだから。私たちの矢は鋭いです。これぐらいで遠距離兵はいいだろう。うわ、すげえ攻撃してる。いや、こいつらはもう石はもう送ってもらう必要ないから、送んなくても、取らなくてもいいと思いますよ。あとは侍ですね。侍一人250もかかるんだよね。うわ、やべえ集団が来てるな。侍が一人250で、帝国戦士だったら1人当たり90いくらで作れるんですよね。あの鎧と刀を、あの武器購入したとしても、鎧と刀を作成すればもっと安く作れるんですけど、
これで5人しか作れないんだよこれ。侍どんだけ高コストなんだって話ですよ。新しい主人に使え。大丈夫かこれ。侍の猛攻。ここの上に乗っけられた侍はもう何もできないですね。お立ち台にお立ち台に登らされた侍はもう何にもできないのだ。よし、どんどん売ってしまっていいぞ。おお、動く。これでも侍で行こうとすると。侍で行くのやめようかな。ちょっと大変すぎる。侍で行くのちょっとお金がかかりすぎる。こっちの憲兵にするね。あとは弓兵が80人いる。旗持ち兵もちょっと作っといた方がいいよね。防御バフを与える。偉大なる指揮官よ、卓越した作戦です。これをどうやって、ね、今回工場テントにカタパルトとかないんですよね。投石機も大砲もないから、この壁はつまり侍とか、今いきなりここ今見えました。いきなりここに敵の攻める部隊がボンって湧いたよ。兵舎とかから作ってるわけでなく、ずるいですよね。はい、新しい主人に使える。隊長、直ちに。まあ帝国戦士は侍の半分以下のコストで作れるんで、侍大量に作ればそれは強いんですけど、同じお金で、まあ、帝国戦士を作った方がコストパフォーマンスはいいのかなって思うんだけどね。お呼びですか。ポイント、まあ、スペックの違いはこんなもんですね。指揮官がこちらに。すげえ来るな。武器が必要です。もう着物王国ですよ。着物王国で染め物王国というか、いやーこれだんだん厳しくなってくるな。そりゃそりゃそうなんだけど、
よし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 、いいぞ。燃えてるところにみんな突っ込むんだ。よしよし、こうやって燃えてる残り火のところにみんな突っ込んで、これで死んでくれるのすげえありがたい。この黒くなったやつはもう即死確定っていうのが。あ、侍が生きとる。死ぬぞお前。ここのこれ余ったね、一個ね。またこことここに一個作って、はい、前進。はい、あ、やんなくていいんだ。集合地点そっちにしてやった。もうちょっとここも守った方がいいかな。今帝国戦士と戦士が16人、侍が9人か。全然足りないですね。こんなんじゃ攻めてもちょっと。侍と戦士合わせて30人か。あ、もっといるか。ここにもいるのか。仰せの通りに。いやー、まだちょっと足りねえかな。まだちょっと足りねえかな、正直言って。まだかなり不安があるな。はい、ご命令通り。新しい主人に使える。こんなもんかな。よし、これでちょっと小田原城攻めるね。正直はね、エクストリームのレベルでやるのは初めてなんで、偉大なる指揮官よ。どのぐらいの勢力で、ハードレベルだとこのぐらいでギリギリ落とせるか落とせないかぐらいなんですね、いつも。あ、ここはいらないよ。この国別にいらないよ。進発。誇りとともに旗を掲げます。攻撃を受けています。で、ちょっとマントレットね、マントレットちょっと作っとかないと。この設備を建てるにはゴールドが足りません。マントレット集めるね。この騎士兵にご命令を。あ、敵が来とるね。大丈夫かな。これちょっとここは気をつけて見とかないと。この設備を建てるにはゴールドが足りません。気をつけて見とかないとちょっと怖いですね。ここは大丈夫だね。ここちょっと気をつけて見とかないとちょっと怖いですね。ああ、こいつでこのまずいですね。こいつでこの火薬を使ってしまったのはまずいですね。ちょっと
いけ、爆発しろ。よしよしよし。あ、この壁の上に乗ってきたらまずいぞ。よし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 、いい感じに焼けてくれた。でも今回ちょっとまずいかな、これ。ここの爆発、よっしゃあーでも結構まずいかな、これ。結構まずいかもしんない。はい、前へ。あー、この首切りアタックが来るとまずい。やばい、これはこの上に乗られるとまずい。武器が必要です。死ぬ、はい、弓兵が死ぬ。弓兵がみんな殺される。ここ塔の上の、塔の上の弓兵みんな殺される。あれ、この火矢車何やってんの。なんで火矢車攻撃しないんだ。あ、違う違う違う。車を向こうに動かせ。あれ、なんで火矢車全然攻撃しないの。装填完了。おかしいだろう。武器が必要です。弓兵、あ、準備はよし。ここに来て、さらば。まあ、こんなもんでいいか。承知、了解しました。この設備を、もうちょっとマントレットを足りません。あれ、なんか今ここの火矢車全然攻撃しなかったね。どういうことなんだ。ここのマントレットが、いや、もっとマントレットいる。ね、一応次にこの侍の攻撃が来たら攻撃しますね。もう結構いっぱい置いとこ。あ、来た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 。よし。この設備を建てるにはゴールドが足りません。お使いしましょう。ちょっとね、遅くして。直ちに。攻撃を受けています。承知しました。光栄です。こっちに来んなよで、このマントレットの力を合わせて、申し訳ございません。あ、ここは行けないのか。火矢車来ないだろうな。あ、火矢車こっちに来ないだろうな前へ。こっちに来て来られると困るんで、光栄です。ここに来て、こう、この辺の弓兵を火矢車でやっつけてほしいんだけど。慎重に。あの城には多くの要塞と防御施設があります。うん、我らの進軍に対し激しく抵抗してくるでしょう。火矢車攻撃するんだ。火矢車行ってくれ。火矢車なんで攻撃しないんだ。行け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 。あれ、なんか火矢車全然攻撃してくれない。どこで必要ですか。あ、攻撃したしたした。よしよし。死ぬ覚悟はできています。よし、この辺掃除したな。進発。あ、こんなところまで、こんなに遠くまで敵の城が拡張してるなんてことなかったよね。さす
さすがなんかエクストリームレベルだとちょっと違うんだな。誇りと共に旗を掲げます。どうもこいつらはここ攻撃しているですね。果敢に戦う。で、侍も門を攻撃したり、いや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 、もっと火矢車攻撃しろ。どちらへ向かえば。気を抜くな。あの場所へは行けません。準備完了。侍も攻撃するんだ。お使いしましょう。まだまだ弓兵20人残ってるよ。よし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 。で、はい、ここを攻撃して、侍もここを攻撃するの。あ、ちょっと待って、うちの、あ、大丈夫だったのか、ここここ全然見るの忘れてたけど大丈夫だったんだな敵の攻撃ね、見るの忘れとったら。攻撃しろ。まだこんな弓兵がこんなに生き残ってたこと今までなかったですね弓兵大抵全部死んでたんですけどいけ、侍もみんな殺してしまえ。敵の侍、せっかくだから侍で行くか。侍アタックを見せろ。覚悟してもらおう。これどう考えても北条氏に、北条氏には見えないんだがこの格好。よっしゃ、エクストリームでもなんとか勝てました。それでは終わりますね。これ本当、実はあの木材と石集めたら勝利だったのか、ちょっとねやってないんで分かんないんですけどね。まあ、敵の君主を倒しても勝利することができました。それでは終わりますね。